はい、皆さんどうも、ブランド品鑑定士東谷です。はい、というわけで今回の動画ではですね、コーチ、はい、大変ね、若い方から、ご年配の方までもうどんな世代にもね結構人気のコーチなんですけども、今回ご紹介したい知識としてはですね、アウトレット商品の見分け方、はい、こちらをね動画でご説明させていただきたいなと思っております。そしてですね、まあちょっとおまけでなんですけども、例えばメルカリなどのフリマアプリ等でですね、この商品欲しいんだけども安心したお店で買いたいなとか、そういった場合に番号でね検索したりとかもできますんで、まあ型番ですね、品番、はい、こちらのね検索方法なんかも何を調べたらいいかっていうのもお伝えできればなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回はコーチのまずアウトレット商品の見分け方というところなんですけども、はい、まずこちらご覧ください。コーチのバッグでございます。はい、こちらご覧ください。はい、まあ、ちょっとねこのバッグは、まあ、特殊といったらあれなんですけども、この金色のタグがついてますが、まあ大体ね、コーチのバッグにはこういうレザータグっていうのがついてます。はい、でこのタグをまず見ていただきたいんですが、ここを見るだけでですね、まずアウトレット品かどうかっていうのを見分けることっていうのは結構簡単にできます。はい、ではちょっと見ていただきたいんですけども、これ数字、ここですね、羅列があるんですけども、でこちらのハイフンの後、はい、ハイフンの後ですね、これまあ数字がバーっとあって、ハイフンでまだ数字があるっていう。で、このハイフンの後なんですけども、こちら見ていただければ、数字がですね、13831と、はい、ハイフンの後、数字が並んでおります。ただですね、この、今1が、ハイフンの後に数字が来てるんですが、この後に F、アルファベットの F ですね、が入ってる場合は、それだけでね、あ、これはアウトレット品なんだなと、いうことが、ご確認いただけます。はい、こちらドンキとかで売ってる、コーチのバッグとか結構かなりの商品点数置いてあると思うんですが、ぜひね皆さんドンキホーテに行って、F 版見てみてください。おそらくほぼほぼ、F 版しか置いてないと思います。はい、という感じで、ちょっとまたね、この F 版に関しては、写真の方、どういうものが F 版なのか、まあどういう F の入り方してるのかっていうのをちょっと写真で掲載しておきます。こんな感じです。はい、こんな感じで、F っていうのがまあ入ってるんですね。でこれはまあ F 版ではないので、まあアウトレットとして、まあ売り出されてるものではないといったような、形になります。まあコーチのアウトレットに関してはね、その他にも二重丸が入ってたりとかね、刻印されてたりとか、まあそういったものでもね、アウトレット製品だということが見分けていただくことがね、できたりもしますんで、はい、二重丸が入っているか、もしくは今みたいにね、F 版、 F があるかないか、まあ F 版と呼んでるんですけども、 F が入ってるかどうかで、確認いただけるかなといったところでございます。で、続きましてね、商品検索の方法なんですけども、先ほどご確認いただいたこのレザータグですね。このね、ハイフンの後、コーチ、スペース。そして、例えばね、これであれば、13831と、売っていただければ、このモデルと同じバッグが出てきます。はい。で、F が入ってる場合はね、この F、なんとかかんとかっていう数字を打ち込んでいただければ、コーチのね、同じ形のバッグが出てきます。ですので、例えばなんですけども、メルカリやラクマ、そしてヤフーオークションなどで出品される際もですね、どういう風にね、価格相場を確認すればいいかなというところを、見たい場合は、必ずね、この番号を入れて商品を検索してどれぐらいの相場で売られてるのか、そういった確認もね、できますし、冒頭にお伝えしたようにね、メルカリやラクマ、ヤフーオークションで見たものをね、こちらのね、番号を検索していただくと、安心できるショップさんでね、ご購入いただいたりとか、そういったことも可能ですんで、ぜひぜひね、こちらの方も、検索ちょっとお待ちください。はい、というわけで検索ね、してみてください。本日の、動画の方はね、以上となりますが、まず一つ目ね、アウトレット品、
はい、ハイフンの後に F が入ってるかどうか、F 版の、確認ですね。そしてまあ二重丸の可能性もあると。そして、商品の検索方法ですね。これもハイフンの後の数字、もしくは F から始まる数字の方を打ち込んでいただければ、確認いただけるといったような感じになっております。はい、本日の動画参考になりましたでしょうか。皆さんよろしければ、チャンネル登録の方よろしくお願いします。そして動画の方ね、いいねと思っていただければ、高評価の方もよろしくお願いいたします。そしてですね、ツイッター、インスタグラム等もやっておりますんで、ぜひ概要欄の方からねチェックしていただいて、フォローの方もよろしくお願いいたします。はい、またね、次回の動画で、皆さんお会いしましょう。それでは本日もご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。